サロモン・ラミレストーレスは、ドミニカ共和国サンペドロ・デ・マコリス州、サンペドロ・デ・マコリス出身の元プロ野球選手。1989年にサンフランシスコ・ジャイアンツと契約。1993年8月29日の対、フロリダ・マーリンズ戦でメジャーデビューを果たす。1995年5月21日に、ショーン・エステス。 ウィルソン・デルガドとのトレードでシアトル・マリナーズへ移籍した。1997年4月にウェーバー工事されモントリオール・エクスポズへ移籍。1997年は両チームで14試合に登板し防御率9.82の成績に終わり現役を引退。引退後はドミニカ共和国のエクスポズ参加の投資コーチを務めた。 2001年に韓国プロ野球のサムスン・ライオンズと契約主現役に復帰したが、ブランクのせいもあって1軍では2試合のみの登板に終わり2敗を記録し、防御率はなんと20.25と最悪の成績に終わり、シーズン途中の5月に解雇された。2001年12月30日にピッツバーグパイレーツと契約した。2002年9月3日に5年ぶりのメジャーへ復帰を、 果たし、5試合にリリーフ登板し、シーズンを終えた。2003年は41試合中16試合に先発登板していた。2004年からはセットアッパー1番手として84試合に登板している。2005年は76試合に登板。2006年開幕前の3月に第1回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。 シーズンでは1974年にマイク・マーシャルが記録した106試合に次ぐメジャー歴代に遺体となる94試合に登板した。シーズン終盤の9月には故障したマイク・ゴンザレイスに代わり、クローザーとして12セーブを記録した。2007年12月7日にケビン・ロバーツらとのトレードでミルウォーキー・ブルワーズへ移籍。2008年はシーズン途中からエリック・ガニエに代わり、 クローザーへ昇格し、チーム最多の28セーブを記録した。家族と過ごす時間が欲しいことを理由に、同年11月11日に現役引退を表明した。エホバの証人の信者でもある。ありがとうございます。